前の方に行ってボール来たらシュート打てば最初です。9番から9番から。なんか自分持ちました。うん、大丈夫。ありがとう。やばいでしょ。あー、るっちゃんありがとう。配信やる？変わろうか。いや、いいよもう。いいの？いいよ。タコシ。ありがとう。こっからの品川の分かるの？ナビする。全然分からへん俺。品川駅でいいの？あ、動きやりましょうか。ナビ、あ、タロ君なんていうとこ調べるんですか？品川フットサルコート。品川フットサルコート。こんばんは。みんな挨拶してや。こんばんは。送迎してくれるで。優しい、うん、優しい、たかしが。上でも下でもどっちでもいいですか？39分に着きちゃいます。あ、で、妊娠なんかしてないよね。そういうわけだよ。嘘ハトだよね。はい、ちょっと待って。これコメント固まって待って。これ、いる？じゃあね、しましょう。しよう。ふわっち選抜。たかしさん、誰が来るの？メンツは。全然分からへん。全然分からへん、うん、あ、ロケット来てた。俺も構成分からへん。ありがとう。ごめん、俺は間に合いそうにな。あ、機長くんだって。機長くんは来ないのか。じゃあ機長レッドカードする。レッドカード一発退場。一発退場、うん。あのね、機長ピア、あの間に合わなくていいらしいで。そう、あの6時から、うん、一応6時集合やねんけど、7時半までは、まあ、アップすんねんて。7時半までアップ。そうそうそう。間に合うんじゃない、キチョピ。だから、まあまあ各自それぞれアップして。不安主誰が来る？あとコリンス、ファイザン。コリンス、ファイザンも来るの、うん、コリンス、ファイザン。ガチガチ行くでよ。ガチガチで行くの、うん、アメリカ、アメリカね。アメリカアンチ。キチョピってサッカー経験者？キチョもそこそこできるんだよ。そこそこできるの、うん。で、うち太郎くんも経験者だから。マジで？で、俺も経験者。俺、大阪選抜。高橋経験者？大阪選抜。選抜、うん、ポジションは？フォワード。フォワード？うん。それマジで言ってる？冗談じゃない？ガチガチ。ガチで？うん、最強じゃん。結構強いんじゃない？フワッチ選抜。うん、敵だよ、キャスト主なんて。フォワード時々、あのディフェンダーみたいな。ガチでやろうぜ。あ、一応ボールもなんだ俺。嘘、うん、練習用の。やばい、古傷が痛み出した。冬だと膝が痛いな。やばい、そうくる。負傷かもしれない。そうくるね。膝痛い。ちょっとさすが、さすが。いや、前人体やったんだよ、古傷が。いや、俺もな。でも、あのこの前の富士山で、うん、あの古傷がや、あの、うん、富士山の後はあの大引いて古傷、古傷が。あのフットサルって頭で考えた動きができ体がついていけなくて、こっち行こうと思ってこっち行っちゃって人体グッを継ごうとなるで、うん、ブチッと音するんだよ。一回前やったんで。左側行った方がいいかもしれないです。左、はい、体力には自信あるんでね、こういうの。うん、一応富士山てっぺん登ってるんで僕ら。確かに、うんうん。ミュウツーも来るか。ワンチャンミュウツー入れるか。ミュウツーも経験者だから。ミュウツーがうまいんだ。うん、テルチャンピンとか。テルチャンピン来るの知らん。マティはガチだから。マティアスうまいの？マティアスうまい。うまいんだ、うん。太郎くんもすぐ言うてすぐよく来れたよな。うん、すぐすぐ出す。そうなんです。じゃあフワッチできないか、向こうで見るしかないっていう。うん、でもフワッチチームで固める。うん、固めたいね、うん。
そういうのが仲間意識あっていいと思うぜ。ジンさん C5 やろ、うん、5人ででファイザンとコリンスもいるから、うん、それでもフルでやったらめっちゃしんどい、めちゃくちゃしんどいだよね、うん、何チームぐらいですか。いやちょっとその人数で多分あるから、うん、下手したらもううまいこと言ったら1人2人って言ってるんだけど、うん、もしカツカツやったらもうフルで、うん、あ、ゴールキーパーが安い。怖いじゃん、ゴールキーパー。まあ確かに。これいいですよ。いや、太郎くんはゴールキーパーじゃない。ディフェンダー真ん中の。命をかけてる。ゲームコントロールして。多分うまいから。うん。で、ファイザン、コリンス、体力ありそうだから、中盤でいいんじゃない？うまい。コリンス、ファイザンで攻めていく。外国人選手俺フォワードがいい。フォワードがいいの。フォワードがいい。ペントリアがいい。シュートは強力だから。あ、サッカーのユニフォーム持ってきた。持ってるんでしょ、どうせユニフォーム。家持ってきてない。まさか東京で来たのすると思ってなって。ああ ね、うん、ね、急に何マティアスから連絡来たの。いや、前何週間前、2週間ぐらい前に言われてる。結構誘われるんですか。そうなんですね。高橋さんって言うだけ大丈夫。あ、いいよ、いいよ。太郎くんでなんかフラッチしか出せへんよね。追加すって感じですね。そうですか、うん、これフットサルチーム作るしかないな。クワッチの、クワッチ選抜で定期的に練習して、ユニフォームつけましたね。うん。アップとされたらこの人数は集めよう。いいんだよ。うん、集めやすい。5人か6人集まりいけるの。うん。あ、セージもキーパーね、パルパルとかね。守護神でいいんじゃない、2人。キーパー。パル、セージ。フィントできる？できるよ。そう。シーザスとかできるね。シーザス。シーザスってこうやつね。うん、で、俺が今日点入れたらこうするんでね。ビスマルクみたいに。ビスマルクする？じゃあ俺キングカズしようかな。キングカズ。フルキズ大丈夫ですか？フルキズちょっと今チクチクする。普通にうまいでサッカーは。スポーツ結構、ま、万能だよ俺。サッカー系やんの。生まれた。だから、うん、普通中学生は部活入るじゃん、うん、俺はフットボールクラブ入ったの。フットボール FC にね、うん、森山 FC、うん、で、まあ、1年に1回ぐらい選抜で、うん、日比野中学校でとかに集まってリフティングしたり、うん、試合したりするんだけど、うん、それで選ばれたよね、名古屋選抜、うん、名古屋選抜、うん、はい、なおえ、うん、俺大阪選抜。でもそっからやってないからな、ずっと俺はガチだよ。もうガチよ、うん、だ大阪選抜っていうのは市の選抜の上だからね。すごいんだね。適当に言ってるでしょ。言ってるガチガチ。普通市の選抜ね、で県の選抜で今度はアンダーなんとかっていう、うん、よく聞くでしょ、アンダー16と。アンダー16か。そうそうそう、うん、俺は一番下の市の選抜だから、うん、ジャンピングボレー決めちゃっていいですかね。そんな技できる、ジャンピングボレー。ファンいっぱい来ちゃう。あのリスナーさんも来るらしいで。リスナーさんも来るの、うん、誰が来るか分からへん。可愛い子来るんじゃない。女の子も多分来るよ、ね、女の子来るの、うん、もう女の子興味ないって言ってたけど、うん、今興味ない。そうなの、
ミックスでやるんちゃうかな。ミックスでチームミックスで、うん、20人ぐらい来たんじゃない。ね、20人来んかな。下手したら8チームに女の子一人入るかもしれない、うん、女の子、うん、誰ね、分かれへん。リスナーも、リスナーのリスナーフットサルいるとね、やりづらいからね。ダンスクー、あ、来たやつ。だって、触れないじゃん。お触り OK っす。お触り OK なの。嘘でしょ。おっぱい触っていいの。 OK っす。変態フットサルじゃん。お触りありだったらマンマークしていい。まあ、いいよ。マンマーク小技じゃできないんじゃないですか。うん、ミッドフィールダー、ディフェンダーやろうかな。ディフェンダーやった方がいいかもしれないですね。うん、まあ、女の子がボール持ったら戸惑うから。確かに、うん、ギュッとしてあげて、ギュッとしてあげたらいい。うん、久しぶりに運動するわ。みんな運動してる？俺あんま最近しないな。してない。太郎くんは？僕もしてないですね。いいね、たまに運動した方がね。そうですよね。うん、お触りフットサルじゃん。お触りフットサルになっちゃうけどね。いや、炎上しちゃうね。セクハラで。どっかの枠でな。炎上しちゃうで、俺。試合は明日なんだ。あ、試合も呼ばれてるの？ガチの試合はもう決まってるんで。ガチの試合は決まってるんだ。うん、練習だけか。うぜぇなぁ。1月秀ママが1位取るらしい。何すか？うざくない？今月ゆめき、来月秀ママ。ローテーションやってる。ローテーション。もう藤沢一派で独占しようとしてる。あれだ。マンスリーも狙ってる。無理だろ。で、2月は多分ポルポン来るね。ポルポン、2月ポルポンだね。それ決まってるの？ローテーション、うん、決まってるんじゃない、うん、藤沢選抜、うん、で、半分を上納してね、80万円上納して独占してくんじゃない。イベント出ないとな。これは次のイベントやろ。なんかあるよね。死ぬ気でやらないとな。高橋死ぬ気でやらない。うん、一日16時間ぐらいやらなあかん。ちょっと俺もやらなあかんね。うん、もう1月からナイスやめるわ。もうこれもういいよ。秀ママとかも疲れちゃう。やめよう。もう勝てないし、うん、夢君にも勝てないし。充電ないやつだろ、うん、ちょっと待って、俺充電来なかったっけ。高橋も200ナイスぐらいもらっといたら。今今、うん、200ナイスぐらい。帰りつけるわ。帰りつける、うん、9時終わりやもん。たくまに抜かれたらしいで今、うん、どんどん抜かれてくやん。高橋さん下のもんどんどん抜かれてくで。総合は入ってんの？週間入ってんの？総合はもう入ってないの今。ちゃんと頑張ってる配信のモチベを下げてるやん。これ左側。そりゃそうよ。左あ、ね、どっちだこれ。こうか、こうか。期間別も入ってないって高橋。嘘だろ、うん、じゃあ9月9時から放送回すから期間別すらもう圏外ですよ高橋。どうするんですか、うん、
ったら放送待つから、うん、大丈夫。あ、大丈夫です、出ていい。あ、いいですよ。いいよ。あれだな。あれだな。あ、それ多分スピーカーしない方がいい。トリ行くよ。いいですか、モデルなんで。あ、スピーカーしちゃダメ、もうすいません。もしもし、はいよ。いや、してないよ。してない、今もう出ちゃってるからさ、フットサルに。新宿いないからさ、切るよ。うん、まあいいや、とりあえず切るよ。すいません。あ、大丈夫。あ、大丈夫です、大丈夫です。太郎くんバツイちゃう。バツイチです。やばい、みんなバツついてる。あ、そうなんですか。クズ集まりや。クズ集まりや。バツついてる。たかし、バツ 2? バツ1。バツ1か、うん。俺は先輩だな。ほら、行くやろ。バツ2。うんうん。いろいろあるんすよ、リスナーさん。右当たり右側、生きてたら。あ、でも右に行っちゃった。生きてたらいろいろあるんすよ。元嫁、いや、今。LINE のサムネ見たけど、めちゃくちゃ美人だった。綺麗だ。めちゃくちゃ綺麗だった。それでしょ、うん、それは配信に行っちゃって大丈夫。あ、大丈夫、大丈夫、全然大丈夫。太郎さん、そんな元嫁とまだ連絡取ってんのとなれへん。あ、全然昨日、元嫁の家に騒動配信した。ナイス11だからね。ちょ、帰りやりますよ、フットサル終わったら。帰り惜しみんな、はい、結果発表するから。すいません、行きだけは。で、試合はちょっとキャスで見てください。キャスでつけれたらな、つけたけど、はい、9時ぐらいからやるんで、はい。あの、今日のゴールはこんなゴール決めたよとかね。うん、こうちゃんオーバーヘッドキックで点入れたよ。うん、もう俺ですらナイス伸びづらくなってるよな。ナイス不景気自体ね、今もう不景気やで。ナイスがナイスの数も増えづらいで、もう1日10時間やらないときついで、うん、あ、500ナイスありやんす。前簡単に1000ぐらい行ったんだけどね。どこ行っちゃったんだろうね、リスナー。うん、リスナーがどっか行っちゃったよ。うん、ワンチャンフットサル中配信つけてもいけそうやけどな。うん、じゃあ太郎くんにやってもらうか、ふわっちね。配信つける。うん、ワンチャン。あの、ミュー2って特定再生できるからな。うん、だからミュー3、ミュー3って言う。ミュー2じゃない、ミュー2じゃない、ミュー3、ミュー3って。ミュー2いないことにする。うん、あれ、こっちがあの断定したものの言い方したら、うん、あの番にあるから。あ、ね、俺たちがミュウツーミュウツーにしまったら運営もな。だってあの、みやびくんのお母さんがやってるけど、みやびくんの声入っとるでな、あれ。あ、みやびくん映っとるけど、なんともなってないから。うん、じゃあ控えめに200ナイス。太郎くんイベント中なの？あ、帰ったらつけます。今やる？あ、大丈夫です。さあ、無料流せるで。あ、大丈夫です。うん、俺もうイベントやってないし、いいで。もうナイスももう全然やる気ないよ、もう。もう夢希とか秀ママとかね、もうつまんないナイスも。あ、 A 番社がいるわけですか、フットサルに。だからふわっちつけらんないよってことですか。うん、なるほどなるほど。それががっつり打つって、その人に特定されたら番になりやすいけど、はい、例えばその人って分かれへんかったら、はいはい、うん、諦めな、もう諦めたもん。パッチにならんけど、うん、いや、ナイス頑張ってるんだけどね。太郎くんつけたら。いや、大丈夫です、大丈夫です、本当に。俺、イベントやってあげるよ。あ、大丈夫です、助手席で。申し訳ないんで。うん、
端末1台しかない1台しかない。あナイス押します。2台欲しいな。とか今ちょっとつけたら、あの無料、まあ、無料ぐらい大丈夫っすよ。いいの大丈夫。はい、ありがとうございます。無料流したモンジュレと同じ。いや違うよ、ずっとじゃないから。こうやってねたまに遊ぶときにね応援するぐらいいいでしょ、友達なんだから。そうだろ。控えめで好感あるわね。やってこと同じじゃないよ。それ毎日やってたらさすがにね、太郎くんのイベント出てる人もムカつくでしょ。毎日太郎くん、どち方面、六本木か赤羽橋、ずっとまっすぐじゃないですか。ずっとまっすぐで大丈夫です。曲がるとき言います。新聞書くのいいや、俺やばい。ルロワンさん、どうもいらっしゃい。大阪城公園ちゃうやんな。ちゃうな。青山公園ですね。あ、青山公園。ちゃんもモチベーション下がってたね。タコシなんかネタない？ネタないよ。ネタネタない。ミータソー、ミータソー、うん、大ピンチ大ピンチ、うん、でも男出てたよね。出てた。もう大丈夫なんじゃない？ゼロはミータソーの中いいんちゃう？まあぼちぼち。女に興味がない。高橋さん、え、女に興味がなくなった。なくなった。うん、おかまいくつぎ。うん、おかま、いや、おかまもちょっと興味ない。うん、見たそがな、なんかな、こう大変らしいで。小町がゼロワンのサイン欲しい。マジで一言も喋らないからな、キャストにし敵だから。うん、一言も喋らない。うん、俺は小町も来んねや。うん、マジで一切慣れ合わないから。試合でバチバチやってやるからね、もう。うん、後ろからスライディングしてやるよ。スライディング、もう怪我させに行くで、俺は。え、どっち？右？バチバチやってやるよ、バチバチ。後ろキャスの、いや、不安主で、うん、敵対してるんで。うん、スイキャスは太郎くん不安だよ。うん、もうヤミーとか口聞かないわないっすね。うん、ゆっこ俺にねあれしやがって。うん、みんなあのスイキャスの配信者さんたちとね、うん、なりあい見たいんすか？僕らのなりあいなんか見たくないよね。見たくないでしょ。うん、バチバチやってやるわ。うん、俺ほんと馴れ合わないで。うん、くだらないでしょ、馴れ合いとか。だってね、リスナーさん聞いてね、明日の試合前の練習相手なんだよ。舐めてない俺らの扱い。勝ってね。あ、ありがとうございます。試合前の練習相手の合わせ馬だよね。かませ犬じゃない。かませ犬だよ。合わせ馬って。いや、許せないよね。バチバチ行くで。うん、ここで一発ポカンと実力でしょ。何の試合なんですかそれ。今日あの、明日です。明日はもうガチガチ。企画らしい。企画なんですか。うん、俺もはっきりしたんだけど、企画に呼ばず練習に呼ぶなんて不安主舐めすぎだろ。ねえ、どう、舐められたもんやで。うちの高橋さんも不安主あれなんかな。うん、ギャンカスと酒飲みの集まりみたいな思われてんから。